どうだ、絶望をかみしめた感想は。この楽園で暮らしていく決心がついたか。さあみんな、もう一度戦おうよ。また虹の橋を直さないと。バカかお前は。お前たちが橋を直せば、私はまた橋を壊すだけだ。そうしたらまた直すよ。ならば私はまた壊す。それでも私は直す。私は壊す。お前たちが諦めるまで絶望を与えてやる。何度でも何度でも。何がおかしい。なんかすごいね、楽園を作るのに全てをかけてるっていうか。貴様、私をバカにするか。うんうん、そうじゃなくて、明雲さんって熱い人なんだなと思って。なんだと。だから余計に思うんだけど、どうしてその気持ちを絶望に立ち向かうことに使えないの？ならば逆に聞く。死ぬと分かっているのに、なぜお前たちは真に立ち向かう？そんなの決まってるよ。私は忍びだから。みんながみんな真に立ち向かえるわけじゃない。だから立ち向かえない人たちの代わりに私が戦うの。そのために苦しい修行に耐えてきたんだから。明雲、お前は言ったな。絶望から目を背けるという選択こそ人が安心して生きる道だと。その言葉に私たちは当てはまらん。なぜなら私たちは人ではないからだ。私たちは人ではなく忍び。安心して生きる道など必要ない。お前たちは死ぬのが怖くないのか。私たちも死ぬのは怖いです。でもただ生きているだけの人生はあまりに虚しくないでしょうか。私はその虚しさの方がもっと怖いです。うん、そうだね。だから私たちは戦うんだよ。熱く強く生きるために。いいだろう。ならばもう一度だけお前たちの戦う姿を見てやる。え？もし真に勝てそうな可能性がお前たちから感じられたら、その時は島から出してやろう。その言葉忘れるなよ。私たちの熱い戦いで度肝を抜かすがいい。やりましょう皆さん。明雲さん、私たちの姿をしっかり見ていてね。行くぞ。さあ行くぞ。5、4、3、2、1、 PBS。 さあこれが最後の戦いだ。情けない姿は見せられないぞ。アスカ、気合を入れろ。なんで私だけに言うかな。というか、なぜお前が仕切っている。それはそうだ、私はお前たちのリーダーだからな。聞き捨てならんな。そんなこといつ決まった。私はお前たちと違って学生じゃない、社会人の忍びだ。リーダーになるのは必然だろ。まあ皆さん、名前だけリーダーにしておいてあげればいいのではないでしょうか。おいユミ、お前今しれっと何を言った。いい、何も言ってませんよリーダー。うん、気にすることないってリーダー。私たちは忍びだ。たとえ絶望が待ち構えていようとも、不退転の決意で前に進む。これが私たちの決意です。もう終わりか。
命運さん、見ていてくれました？ああ、しかとこの目に焼き付けた。それじゃあ。ダメだな。お前たちの力は感じられたが、それでも真に勝てるとは思えん。そんな、ここまでやってもダメなのですか？ふん。だが、わずかではあるが、可能性は感じた。そこで、最後の試練を与えようと思う。最後の試練だと？ファイナルスプラッシュ。もしもの時に用意しておいた、この島の切り札だ。キリアとリンよ、この場にいる者たちをあそこに連れて行け。この島の切り札とは、まさかあの。しかしあれは動かないはずでは。魂のことなら問題ない。一体何の話をしているのださ。あ、切り札の場所までは飛行マシンで行くことになる。戦うことに恐怖を覚えたら、そのまま島の外に逃げても構わないぞ。もう止めはせぬ。なめてもらっては困る。私たちはお前を納得させた上で、堂々とこの島を出ていく。出なければ意味がない。さすがホムラちゃん、いいこと言うね。さあ、その切り札と早く戦わせてもらおうか。何が出てきても私たちが恐れることはありません。ちゃんと見ていたか。